おはよう。アランさん、音速の貴公子さん、ガトランティスさん、スズヒトさん、ファンタンさん、オルニストさん、カズーさん、マソルさん、カボチャさん、カラさん、ザッキーさん、ヒサさん、ガウさん、ミャーさん、ケータさん、どこだ、そう、ゲリララジオです。ヨシヒコさん、カンさん、マサノリさん、渡り鳥さん、サムヤビトさん、慎太郎さん、さんちゃん、みーさん、ママンさん、おはようございます。おはよう、眠い。ラルクさん、おはようございます。桃太郎さん、おはようございます。いや、新潟寒そう。普通に東京も寒い今。かりん姫さん、おはようございます。カラさん、ポボクマ、ありがとうございます。カズさん、おはようございます。今日、ガチベからね、一夜明けまして、朝でございますが、起きました。眠い。でも今起きたばっかりじゃなくて、20分前くらいに起きて、前髪を切りました、ちょっとだけ、若干で、今から準備っていう次第です。なんか前髪切るときって、私お風呂入る前か、朝顔洗う前がいい理由は、普通に顔にさ、切った髪の毛とかがちょっとついちゃうことがあるのよ。なんか気をつけてるんだけど、やっぱちょっとついちゃったりして、そういうのってなかなか払っても落ちないから、なんかその水で流せるときに切るのが大体ですじゃあどうでもいい。あ、セルフセルフ。私前髪、いや、なんか美容院行くタイミングで伸びてたら切ってもらうけど、前髪の伸びがすっごい早くて、1ヶ月とかさ、美容院行くまでに開けちゃうと、もう前髪すごいことになるから、結構自分で切っちゃうかな。でも髪な、なんて言えばいいの、顔の横の髪の毛とかは自分でやるとなんか変なになっちゃうから、そこはお任せしてるんだけど、普通にこのパッツンの部分は割と、そう、あれですね、そう、濡らした後に切るとなんかあれなの、乾かした時にちょっと上がるんだよね、浮いちゃって。佐藤海猫さん、3日連続とか聞いてないさん、カイドさん、ギバさん、リコちゃん、フレッシュミオリンさん、おはようございます。ソーリーさん、おはようございます。ラルクさん、ポボクもありがとうございます。よく寝た、普通に。東京雨降ってます。降ってるんじゃない、天気は悪いよ。お、ちょっと待って、やばい、なんか飛んじゃった。そう、ガッティさん、おはようございます。カイトさん、ハートありがとうございます。昨日はるかちゃんのルームに初めて行ってた。かわいい子でしょ。あの子も結構マイナスイオン系じゃない、マイナスイオン発してる感じの子じゃない。ウルグスさん、トアさん、おはようございます。そう、前髪ね、なるべく美容院まで頑張ろうとか思うんだけどね、無理ですね普通に無理。今日は友達と約束をしているので準備をしております。めっちゃ顔がむくんでる。
そう気をつけないと、そうそう、めっちゃ切りすぎちゃうから、もう超なんかもうほんと何ミリ単位とかで切ってる。ニックネームさん、おはようございます。そうそう、自分で切った方がねいいのよ。林藤雄さん、おはようございます。確かにそうだね、配信自体は結構うんテンション高い、普通の時もテンション高いけどね、あの子ね。僕はまあまあからマイナス4、マジマジ本当、結構珍しいタイプだと思うけどそれ。全然いいよ。そう、やっぱ癒し系だよね。私はほら違うからさ、私は癒し系とかじゃないじゃん、俗に言う癒し系とかじゃないから。別にそうだからさ、あのなんだろう、中身というかなんか趣味思考が割と似てるんだけど、まあはるかちゃんとだけど性格とかはさ多分真逆とまでいかないか、そんなに似てないと思います。あんな私可愛らしくないかな。でもすごいいい子でさ、本当にマジで3つもしたとは思えないぐらいなんだよね。なんか忘れちゃう、普通に年の差をしっかりしてるし、いい子だし。ふたりどりさん、ぽぼくまありがとうございます。3日連続とか聞いてないさん、かわいい、ありがとうございます。マッシュさん、大阪さん、おはようございます。元幸さん、おはようございます。ボイスがマイナスイオンの塊です。嘘でしょ。なんかどちらかといったらそのマイナスイオンじゃなくしてるの声のせいだと思ってたんだけど違うの。特殊な人向けだね。そうだね、そうだね、そうだね。でもいいよね。人の好みってそれぞれだからいいよね。みんなはさ今日何するの。お仕事3連休の最終日だけど今日一応。みんなは何をするんですか。何をするとか何をしてる。マックス時315号さん、鏡さん、おはようございます。まおちゃんにメッセージありがとう。とりあえずもう一回寝る。いいと思う。二度寝ってね、至福だよね。休みの日しかできないしね。あら、二日酔いに負けそうになりながら仕事、お疲れ様。まあね、二日酔いとはいえ、まあ体調ね、気をつけてね、無理せずに。二日酔いってなったことないからさ、わかんないけど、でもまあしんどいよねきっとね。そう、二日酔いになるほど飲んだことがないんだよ私はさ。アメちゃんハートありがとうございます。おはようございます。そうそうそう、そうなんだ、そうなんだ。明日の午前中までゲーム習慣、それが終わったら新しい資料を近づく。ああ、いいじゃん、メリハリがある生活って感じ。ハッシュタグメリハリのある生活って感じ。ね、でもいいと思うよ、そういうさ、何、そのこう物事にさ、こうメリハリをつけるっていうのはやっぱ大事だよね、人間生きていく上でって思う、本当に。
なんか本当に嬉しくて深酒しちゃったんだけど、こんなに清々しい深酒なんかそうなのか。今日の朝ごはん何食べた？え、食べてない、何もない。7563ポンさん、おはようございます。おはよう。なんか朝ごはん何食べようかな。めんどくさいな。普通に合流してから食べようとしてた。朝ってかお昼みたいな。朝お昼。マッシュさん、親衛隊79人目ありがとうございます。モリモリさん、ヤギヤギさん、おはようございます。スピちゃん、おはようございます。ありがとうございます。キラ100。お、いいね。セブンのパン、コンビニのパンも結構美味しいよね。私パン好きなんだけどさ、パン自体がね、パン好きなんだけどコンビニのパン美味しいよね。もちろんパン屋さんのパンも好きだけど。ヤギヤギさん、虫眼鏡ありがとうございます。やばい、私としたことが。よっしゃー、サッカーのお土産付きチケットのお土産がパンって、新一さん、おはようございます。今朝はソースメンチカツ、すごい、朝からカツサンド、素晴らしい。いや、美味しそう。メンチカツサンドってめちゃくちゃ美味しそうなんですけど、メンチカツ好きなんだよね。最近全然食べてない。てかさ、揚げ物がさ食べれない。でもカツサンドとかなら普通の揚げ物より食べられるかな。ちょっと待って、目にめっちゃ目痛いなんで、ね、あ、いいじゃん、朝カレーいいって言わない？聞いたことあるよ。よし、ジギーさん、マンポンさん、おはようございます。え、唐揚げとかもいらない。なんかあれば食べるけど、なんかその好んで食べようとか思わないんだよね。でもね、なんかもともとそんななんか頻繁に揚げ物食べたりとかするタイプじゃないから、まあ。
あれば食べるって感じだけど、なんかその自分でさ、例えばさ食べたくて買ってくるとかさ、なんかそういうわけではないのね、もともとだからっていうのもあるかもしれない、もしかしたら。あ、天ぷらはもともとあんまり好きじゃないです。食べるけどなんかそんなにいっぱいいらないし、食べられる種類が少なすぎて。クジラさん、万象堂さん、おはようございます。最近パン屋も確かに、今日そうお出かけです。確かに毛布一枚で寒いかも。マも毛布ってかブランケットみたいなのかけてるけど寒い。白いアルパカさん、おはようございます。そうそうそう、ちょっとなんかあったかいパジャマ着て、毛布一枚にしてるんだけど、ちょっと寒いな。そう、あのね、さつまいもとか、あとあの花丸うどんとかさ、ああいううどん屋さんってさ天ぷらが売ってたりするじゃん、一緒に。なんかそれで言うと、私花丸うどんめちゃくちゃ好きなんだけど、あのイカの天ぷらとか、あとレンコンの天ぷらがめちゃくちゃ好きで、あとさつまいも。さつまいもはね、でもね、あの家で出てくるっていうか、おばあちゃんが作ってくれる率が高いから、あのあれです、なんだっけ、買わないんだけど、そういうね、お店では食べないんだけど、レンコンとかはあんま出てこないから、レンコンの天ぷらとかイカの天ぷらとかは割と食べるかも。だけどあのうどんの上に乗せるのが好きじゃないから、油が浮いてね嫌だから、あのうどんの麺を全部食べ終わった後に天ぷら浸して食べるみたいな、ちょっとつけて食べるみたいな。あのもうふにゃふにゃになってるのも嫌なの、天ぷらが。だからもうちょっとだけつけてサクッと食べるみたいな感じが好きです。あのね、好みがめんどくさいんだよね、マウって。基本見てる人がめんどくせえなって言いたくなる感じの好み、私。睡眠さん、おはようございます。桑之助さん、おはようございます。リベドラさん、おはようございます。ハートありがとうございます。おお、カイトさん、昨日新潟のマラソン大会お疲れ様です。晴れてた昨日は。そう、あのね、偏食なの、なんかこだわりがあるっていうか、なんか偏食なの、ただの。そうだからめんどくさいね、私。だってもうさ、自分で自分がめんどくさいもん、なんか。だから人なんて多分もっとめんどくさいと思うんだよね、私のさ好みを聞くと。だからあのなんかご飯屋さんとか行く時も勝手にこっちで調整するから何にも気にしないでっていうスタンス。何が食べたいとかさ、どういうのがいいとかさ、なんかあの本当マジで食べたいのを食べてくれっていう願い。全然ね、いいんだ。わたるさん、ひろひろひろさん、スノースノーさん、バンフィーさん、カピオジさん、おはようございます。あー、ごぼう天って食べたことないな。でもごぼう好きだよ。てかね、あの多分なんだけど、マウが天ぷらあんまり好きじゃないのって、あの実家でね天ぷらが出てくることがないの。実家って天ぷら作んなくて、おばあちゃんたちが天ぷらを作ってくれるっていう感じなのね。だから親が作った天ぷら食べたことないのよ、多分。記憶にはないですけど。そうだからなんかそのさ、もうちょっとさ実家でさいっぱい出てきてたら多分もうちょっと好きだったと思うんだけど、
私基本実家で出ないやつあんま好きじゃないみたいなとこあるんで。そうだから私があんまり好きじゃないやつとかは家で出てないんだなっていう感じだと思ってください。そう、ダッタンさん、タカピッピさん、おはようございます。合わせるって言われると困るタイプですか？え、なんか、うん、いいの逆にって感じ。ひささん、おはようございます。ハートありがとうございます。あ、本当？みんなそう？あ、じゃあよかった。スケヒラさん、おはようございます。そう、まあそれにしてもちょっとあの食の好みがね、めんどくさいっていうタイプですね、私は。でもね、食べること自体はすごく好きだから、全然なんか友達とかからさ、例えばご飯行こうとか言っても全然行こうってなるし、そう、なんかその食べるの好きだけど食に好みがないって、なんかもうさ、本当にどういうことみたいな、意味わかんないけどみたいな感じだから私って、なんかなんだろう、別にそのご飯を食べることを目的としてるんじゃなくて、その人と会うことを目的に私はご飯を食べに行ったりとかしてるから、遊んだり、もちろんご飯もね美味しく食べるよ、美味しく食べるけど、そこがメインじゃないから、何でもいいんだ。シャムさん、カランコロンさん、おはようございます。え、風邪ひいてない？たけさん、おはようございます。初見さん、ありがとうございます。確かに天ぷら作るのめんどくさいし、暑い、そうだよね、揚げ物とかって暑いよね、揚げるときね。まあさ、この家にさ引っ越してきてから1回だけさ自分で唐揚げ作ったことあるんだけどさ、まあ暑いしさ、もうあれだし、暑いし、もう掃除も大変だし、もう二度とやりたくないと思いましたけどね。でもね、あのマルチポットをね買ったの、一回も使ってないけどマルチポットを買ったのよ。マルチポットってさ、ちょっとほら、なんて言えばいいの、あの高くなってるじゃん、周りが。普通のフライパンとかと比べてさ、なんて言えばいいの、こう深さがあるっていうか。そうだから、あの揚げ物とかもさ多少やりやすいって。うちね、そもそもね、ママがあんま揚げ物しないのよ。揚げ物ってパパ担当なの、うち実家ね。そうだからあれなんだけど、だからずっとさ、パパがフライパンとかさ、なんかその揚げ物用の鍋みたいなのでやってたんだけど、あのそのマルチポットがね、こう世に出始めてさ、こうほら話題になってたじゃん、すごい、テレビとかさ、インスタとかで話題になってて、ママの目にもそれが届いて、それをゲットしたら揚げ物するようになったんですよ。それがでも唐揚げとかだけどね、簡単な。あとね、ナゲットとか作ってくれるんだけど、ママナゲットめちゃくちゃうまいんだよね、ママのナゲット。うち結構不思議な家庭だからさ、多分パパとか全然料理するし、そう。アミューさん、おはようございます。伊賀の藤丸さん、おはようございます。そう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 、そうなの。おっ、結構そう、なんかだからなんだろう、うちは結構普通だと思ってたけど、なんかちっちゃい時とかからさ、パパがご飯作ったとかって言うと、えっとか言われて、周りにね、えっみたいな、こっちもえっみたいな、あれ、なんか変なこと言ったかなみたいなさ。そうで、あと私がほら朝とか起きれないからさ、なんかご飯とかさ作ってくれてたのよ、ママとかパパとかがさ。あのご飯とかおにぎりとかそういうのをさ作ってくれたりとか、
あとパパ自分でお弁当作ってたりとかすると、あのちょっとそのおかずの余りをさ、ちっちゃいなんかプラスチックの容器みたいなのに入れてさ、周り持たせてくれたりしてたの、あの活動の時とか食べれる時に食べてって言って、ママとかもね、そう、それでなんかそういうのさ持って行ったりとかしてさ、楽屋とかで食べてたりとかするとさ、美味しそうとか言ってくれるんだけど、誰が作ったのとか言って聞かれて、普通にえパパだよみたいな、えとか言われて、そうちょっと食べるとか言って、食べたいって言われたから食べるとか言って言って、あげたらすごい美味しいって言ってくれてさ、実家のご飯はねめちゃくちゃ好きです。雅彦さんおはようございます。しんちゃんおはようございます。ポコさんおはようございます。そうパパ料理上手かな、割と割と何でもできると思う、一人で。そうそうそう、しゅうさんおはようございます。そうパパもね喜んでて、でなんか今度あれ食べたいとか言ってこうリクエストをねしてくれたのパパにメンバーが。でパパはさ喜んで作ってさ、あげたらすごい美味しい美味しいって言って食べてくれて、よかったねって言って言っといたパパに、よかったねしたこと。言ってましたよ。里春さん？ん？違うな。里春さんだ。ごめんなさいね。目が悪くて。おはようございます。ママが実家で配信してた時にパパにお茶漬けを入れそう。そうです。甘やかされてる、マジでマジで甘やかされてる。パパママのこと大好きだから大好きだからパパリクエストに答え、そうなんかね、その時はね確かね、お稲荷さんをリクエストされてて、そうお稲荷さんをね作ってました。割と何でも作れると思うパパ。なんかさ、あの今年ね私あの片貝花火っていうさ地元のさ花火大会にさ行けたのよ。去年はなんか都合がつかなかったのか行けなかったんだけど、今年行けてさ、地元にたまたまいてね。で1日目は中学の時の同級生の女の子と一緒にね行かせてもらってさ、それで2日目はさ家族と行ったんだけどさ、そう行ったんだけど、なんかその家族で見てた時になんかパパの知り合いが片貝に住んでるから、なんかちょっとそこのお家で見せてもらうみたいな話になって、でみんなで行ったのよ。でそこのお家にいたもう一人の、そこのお家の人じゃない人ね、でもパパの友達なんだけど、その人ママとも友達 でママのことも知ってるのよ。でママはそんなにたくさんは会ったことないんだけど、まあ、名前くらいは聞いたことあるっていう感じの人で、でなんか普通にあのなんだあれかな、パパとママってもともと同じ会社で働いてたんだけど、今違うけどね、もともと同じ会社で働いてて、多分そこで働いてた人もいたのよ、そこのお家に。でなんかまあ、さママとさすごい喋りながらさ、合流したのね。でなんか仲いいねみたいな言われてさ、そのもともとね会社が同じだった人に言われて、でいつもこんなだよみたいなママが言ったら、えーとか言って、その人がね
びっくりしてて、でもさすがにパパはあれでしょみたいな感じで言ったら、でも別に全然って感じだからさ、まあパパ大好きだし、そう、その人も娘さんがいるらしいんだけど、もう絶対一緒になんて歩いてくれないとかって、で2人で出かけたりもするよとか言ってパパが言ったら、えーとか言って、信じらんないとか言って、え、そんなもんと思って、人のお家ってと思って。お、助平さん深夜帯82名ありがとうございます。虎の子さん、鈴木一郎さん、おはようございます。え、そう、なんか、ちなみにその人の娘さんはね、多分ママの何個か下なのかな、多分上とかじゃないと思うんだけど、そうそう、そんな感じって言っててね、びっくりされた、普通じゃないのかって思いました。パパもママも大好きだから、まあさパパには当たり強いけど当たり強いけど、愛のあるいじりだから好き上のみたいな、そう、なんか最近はあんまりなんかそのなんだろう、ゆっくり帰れるタイミングがないから、なんか帰っても結局さ、用事があったりとか、なんかバタバタしたりとかして、あんまりなんか実家で何もなく過ごすみたいなことがないからあれだけど、それこそコロナ禍で家にねいなきゃいけなかった時とかは、パパがお休みの時に2人で出かけたりとか、ご飯食べに行ったりとかよくしてた。メッシーさん、ミアさん、おはようございます。将来はじゃあ結婚そうかな。え、そう、あのね、この間実家帰った時にね、やっと桃鉄ができてね、スイッチ で桃鉄やってね、なんか最初勝ってたと思ってたら、なんかずっとねパパがあのその最終の結果を決める、そのなんか総資産額みたいなのがあるんだけど、ゲームの中で、でそ、なんか収益はママが勝ってたけど、その総資産の方で負けてたのね、ずっと。でもうどうしようとか思って、勝てないかもって思ったら、最後の1年くらいで逆転勝利しました。同じ場所で息を吸うのも嫌ってレベルで、娘さんに嫌われてるお父さん何かして、マジか、切ないな。正岡浩二さん、えにょさん、おはようございます。くーさん、こんにちは、おはようございます。え、そう、危なと思ってねギリギリ勝ちました。危なかったぜ。そう、なんか桃鉄もね、もともとパパがねガラケーかなんかでやってたんだよね。で存在知って、なんかたまたま YouTube でなんかそのゲーム実況じゃないんだけど、なんかそういうの見てさ、桃鉄のめっちゃ面白そうと思って、パパも知ってるし、もしかしたらソフトあったらあの一緒にできるかもと思って、パパに聞いたらやりたいって言うから買ったんだよね、確か。あれ懐かしい、そんなこともあったな、次第。ドンテンさん、おはようございますね。サイコロ運が良かったのか、なんかあのね、カード運が良かった。なんかいろいろさ、カードがもらえるのよ。なんかちょっとほら、サイコロの数が増えてさ、いっぱい進めるとかさ、そういうさ、カードがもらえるんだけどさ、それがすごいさ、いっぱいもらえたりとかしてたの。いいカードが来たりとかしてたんだよね。そう、だからパパもなんか最後絶対勝ったと思って、なんかの結果発表みたいなの見たら、えっとえっなんか吹き飛ばされるんよ。あの一番勝ってる人以外はさ、順番にさ、なんか吹き飛ばされんの。なんだけどパパ吹き飛ばされないと思ってたのに、吹き飛ばされてて、えっとか言って、びっくりしてました。イエーとか次100年でって、100年ってガチ終わんないんだよね。なんか70年くらいだった最高。だけどそれでもなんか一生桃鉄やってた
思い出だから。でも100年とかってやばい。お正月も桃鉄やろうって言って帰ってきた。全然お正月前に帰るけどね。またサバのアッコさんおはようございます。そう、怪獣に邪魔されるナオさんおはようございます。そう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 、貧乏神とかね、すごいやだ。まあはね、スリの銀次に何回も現金を奪われました。マジで無理とか言って、すごいね、銀次フィーバーみたいな時があったんだよね。着ようと思ってた服じゃ寒いのかなっていう。でもそれがいいからそれ着るけどさ。多分大丈夫ええー、のだろう、分かんないな。大丈夫でありますようにって願って。決めてるような時に限ってさ、全然なんか気温が合ってない。人生とはって感じ、本当に。タルチンさんおはようございます。あ、ポボクもありがとうございます。確かに桃鉄100年で連休する、本当だよね。てか終わるかどうかって感じ。しかもそれでも多分一生やってないとダメだよね。終わったわ、ダメだ、え、最悪。ねえ待って、キャミワンピ着ようと思ってたのにさ、切れたんだけど紐が。これ前も抜けたんだよね、最悪なんだけど。待ってどうしよう、本当にどうしよう、着るのがない、最悪すぎる。ちょっと待ってくれ、全然想定外なんだけど、どうしよう。マジでどうしよう、ちょっと待って、本当に焦ってる今。マジでやばい、どうしよう、ちょっと待ってくれ、ちょっと待ってくれ、最悪。前と反対側が切れました、もう脆いよ。マジどうしようかな、黒にするか。腹が立つので捨てようかな。え、これこれじゃない。ちょっと待って、どうしようどうしよう、いいのない。
ジで。え、着るのない、どうしよう。ね、こんなことある？いや、ホックじゃない、普通になんか、なんて言えばいいの、縫ってある紐がもう根元から行かれたって感じだから、縫わないと無理。いや、仮に縫えたとしてもそんな短時間じゃ無理だし、私がね、そもそも縫えないしみたいな。もう最悪なんですけど、捨てます。豆の目さん、おはようございます。そう、うざすぎるんですけど。ちょっと待って、どうしよう、何着よう、考えろ。無理。いや、どうしようかな、ちょっと待ってくれ。最悪なんですけど、本当に。いや、違う、あのね、全然違うやつ、昨日とかは着てないやつなんだけど。そう、なんかさ、すごいさ、だいぶ前に買ったやつだから同じのももう売ってないしね。カズミンさん、おはようございます。ん、ちょっと待って、読めない。懐中電灯さん、おはようございます。懐中電灯マニアさんか、おはようございます。そう、もう捨てる。もうさ、何回目みたいな感じ、マジで。2回目とか。前も切れて、そうで、前と反対側がね、今日切れた。もろい。てか、どの道あれだし、どの道ママがいないことには。前回のやつをもう一回縫ってもらおうか。じゃあもう、なんかね、今日ロングスカートの予定だったのよ。ロングスカートってか、なんか長いさ、ワンピの予定だったの私。だけどそれがダメになったので、仕方がないからミニにする。絶対寒いんですけど。これは何？大幅に時間がないんだけど。それ今のさ、このワンピースのせいで大幅に時間がないのはどういうことかな。まあ
と来たかった着方と違うけど、まあいいか、しょうがないね。しょうがない、そういう時もある。そう、なんか長いさ、普通に膝じゃないや、くるぶしぐらいまでね、裾のあるやつをね、履こうと思った、履くってか着ようと思ってたんだけど、ダメだったので、苛立ちながら着替えてますが、もう、蘭丸姫さん、おはようございます。エインさん、おはようございます。タクゾーさん、サイタマンさん、マサフミさん、おはようございます。そう、今日の気分に合う服がないってこと。そう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 、もうさ、それを着るつもりだったから今日は。モーフちゃん、おはようございます。しょうがないので違うの着ます。気分がだだ下がりです。しょうがないからこれで行こう。よし、わあ、待って、やばい、時間ないな。意外と時間がない。ちょっと前髪直したい。ちょっと一瞬ね、ドライヤーをかけますね。高弘さん、おはようございます。はい、よし、よし、頑張れ頑張れ。で、あのね、今日はね、ちょっと試してみたいものがあって、昨日ね、あのお買い物に行った時に、あのリファのロックオイルっていうのを買ってみたのよ。なんか巻きがね、取れにくくなるっていうオイルらしいんだけど、しかもそれ、あの巻く前に塗るの。だいたいそういうオイルとかワックスとかって巻いた後につけることがほとんどなんだけど、巻く前にねつけるんだって。テゴネコネコネゲンさん、ハッピーアイスクリームさん、おはようございます。ユウさん、おはようございます。3日連続とか聞いてないさん、似合う、かわいい、ありがとうございます。そう、ちょっとね、それを試しにね、今日は塗ってみたい。正直全然期待してないです。なんかあのレビューのところに、なんかその普段ね、湿気とかがあるともう巻きが取れちゃう髪の毛なんですけどみたいな、それでも全然取れなかったですって、私みたいなさ人だよねきっと、本当と思いながら半信半疑で買いました。
そうだから正直そこまで期待はしてないです。しかもオイルだから。そうむしろめちゃめちゃ取れるんじゃないかなみたいな感じで思ってるんですけど、ちょっとわからないんでやってみますっていう感じですね。いやーぐるぐるに巻かない方がいいか。実験、そうそう試してみたくて。羽鳥さんおはようございます。 そんなにいいならと思って。なんかあの2種類出てて、なんかあのふわっとみたいな、ゆるふわスタイリングみたいなパターンと、あとあのなんだっけ、もう一個はしっかりロックみたいなやつで、しっかりロックの方を買ってきました。私は出しすぎましたね、普通に欲張っちゃった。ちょっとだけつけて、あとはもう洗いました。ちょっと 1,2 プッシュぐらいでいいかも。これ 2,3 プッシュって書いてあるんだけど、ちょっと多いかもしれない。そしたらちょっとじゃあ溶かしてね、なじませて。本当にさ、こんなんでって思っちゃうけどね、正直。何しても取れる人だから、正直こんなんでロックされてたら困んないわとか思っちゃうんだけど。ひねくれマン。ひねくれマンですが、ちょっと巻いてみようと思います。これでだってスタイリング剤つけていいのかな。終わった後。ね、効果があったろ。言います。カツさんおはようございます。あの、ね、匂いは結構いいです。なんかめちゃくちゃ匂いするわけじゃないけど、あなんかやっぱあの美容院みたいな匂いがする。伝わるかな、なんか美容院のあれみたいな、いい匂いはしますよ。ちょっと巻いてみる。そもそもさ、このさ普通に巻いた時がさ、もう巻きたてでどうなるかだよね。あーこれ持つカールだな、持たないカールだなってさ、持たないカールはマジであのあれなんかゆるってなるの、巻いてんのにゆるってなるから、あダメだってなるんだけど、あでもなんかそんなに嫌な感じは今のところはしないかも。その巻いた感じ、普通だったらさオイルなんてつけて巻こうもんならさ、もう多分すごいことになるんだけど、もう跡がつかないみたいな。つくけどなんか本当にこれこの温度でやってますみたいな感じに私なるんだけど、でもなんかそんなに嫌な感じはしないけど、これがどんだけ持つかだよね。しかもこれさ、あれとかつけない方がいいのかな。さらにいつもは何もしてない髪の毛に巻いあのアイロンして巻いて、あの何ワックスとオイルをね1対1くらいで、まあ全然適当なんだけど1対1ぐらいでこうつけてさ、スタイリングしてて、まあ夜までギリギリ持つかなみたいな、夏とかはあんま持たないかなみたいな感じなんだけど、あんまり余計なことすると髪の毛が重くなってあれなのかな。あーすごい、でもオイルつけててここまで巻けるのはすごいわ。美容院の匂いって普通の美容院と男性向けの美容院と一緒か、どうだろうね。でもなんかあれじゃない、やっぱりほらなんかそういうスタイリング剤とかさ、そういう匂いはやっぱり別にそこまで差ないんじゃないのかな。かなんかちょっと、まあ、あるとしたらその男性向けの方がちょっとなんか爽やかな香りになってるとかはあるかもしれないよね。
もしかしたら分かんないけど、女の人とかほらね、甘めとかでもさあれだけど、でも別にあれか、それはどっちでもいいように爽やかな感じになってんのかな。なんか私が行ってるところは結構なんかその季節によって匂いが変わってたりとか、なんかその例えばちょっとリンゴっぽい匂いが混ざってるとかさ、そんながっつりリンゴの匂いじゃないけど、リンゴっぽい匂いが混ざってるとか、なんか夏だったらちょっと柑橘っぽい、まあ、シトラスみたいな感じの匂いが混ざってるとか、なんかそういうのは結構あるけど、なんかそこまでめちゃくちゃ甘い匂いとかではないから、多分そこら辺は配慮されてるんじゃないのかな。あいまつさんおはようございます。サルッチさんおはようございます。そうオイルってさ、そう本当にむしろねストレートになっちゃうのよ、私は特に。ゆうきさんおはようございます。あ苦手な香り、あそうなんだ。あでもなんかね今パッとね巻いてみた感じは全然問題なさそうに見えます。あの普段と別に大差ないっていう感じに見える。何もつけない方がいいのか。いい感じに負けてる。不思議、どういうあれなんだろうこれ。どういう原理でこうなるんだろう、すごいな。まずそのオイルをつけた状態で普通に負けるっていうのがびっくり。なんかね値段も別にそんなにめっちゃ高いわけじゃないと思った。これ2000いくら結構入ってて、2000いくら、なんかもうほんとなんかさたまにあるじゃん美容液とかでさ、なんかこんなしか入ってないのにこんなすんのみたいなとかではない。別にまあリファでこの量だったらまあ妥当かなぐらい。多分何ミリ入ってんの、100ミリ入ってて2000いくらかな、多分3000円しないぐらいかな。2000円、四捨五入したら3000円いくけど、でも2600いくらだった気がする。確か、あ違ったかな、そんなしないかも。2000円台で買いました。とわさん、初見さんこんにちは、まーやんさんこんにちは、ありがとうございます。そう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 、結構いいですよ。しかもね1回で 1,2 プッシュしかいらないんだったら結構持ちそうだし。コスパは良さそう割と。あとはもう効果によるけど。そんななんかあれだね、その邪魔にならないような匂いではある。普通に嫌な匂いではないです。シャンプーとリンスメリット一つ、いいじゃん。昔からあるやつとかね、やっぱりよくて残ってると思うから、ね、私はね一髪とかを使ってるか。一髪安いけど合うんだよね髪に。なんかさあのいいって言われてても髪に合ってなかったりとかするとさ、なんか言うほどそんな効果を得られないことがあるのよ。シャンプーとかトリートメントって
だからあのほらセットでさ3000円くらいするシャンプーとかあるじゃん今普通にさドラッグストアとかでも売ってるけど、私あれあんまり合わないっていうか、なんか悪くないんだけど、なんかそのみんなが言ってるほど別にそんな良くなくないみたいな普通じゃないってなっちゃうの。そうで、その割には1カミはね割と値段しないのに、私は結構ちゃんとケアとかしとくと割と綺麗に保てるから、なんかねだったら安い方がいいに決まってるじゃん。本当にさもっとね美容院のシャンプーとか使えばまた違うのかもしれないけど、なんか普通に市販のやつだったら全然。でもねなんか今まではずっとセットで600円ぐらいのあの1カミのさセットパックみたいなのを使ってたんだけど、なんかそれじゃなくってあのなんかプレミアムみたいなセットでねちょっと値段上がって1000円ぐらいのやつにはなるんだけど、まあでもね1000円だから1個500円ぐらいか、そうのなんか1カミプレミアムってやつにしたらすごい良くて、それをね使ってます。なんか最初地元で見つけて地元で使ってて良かったから予備買って持ってきたんだけど、こっちでもね売っててねびっくりした、嬉しかった。たまにさ売ってないとこあるのよ。あーでもどうだろう、取れやすいのかな、やっぱりなんかさ先に巻いたところが取れてる気がするんだけど、そんなことないかな。リファに限ってそんなことはない。だってさリファのオイルつけてリファのコテで巻いてるんだけど、もうこれ以上何をしてほしいのっていうぐらいなんですけど。ひろひろさんおはようございます。そう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 、カラさんなるほどありがとうございます。香水の重ね使いしたことない、そんななんか上級者みたいな。そうあのね本当にね高けりゃいいってもんじゃない。スキンケアとかもそうだけど、まああの基礎化粧品とかはね高ければ高いほどさやっぱいいって思うけど、なんか例えばファンデーションとかさ、まあ、化粧水とかもそうだけどさ合わないやつってやっぱあるからね人によってね。そうだからこの今私が使ってるこのリファのロックオイルもみんながいいって言うけど私はダメかもしれないし、わからない、いいっていう人が多数いるけど私はダメっていうパターン全然あるので、あんまり期待してない。これワックスつけた方がいいのかな、どうしたらいいの使ったことがないからわからないけど、どうなんだろうな、なんか別に悪くなさそうなんだけどな、これ一旦一旦ちょっとしてみて、一旦終わりましたセットは。なんか余計なことすると取れそうだしなっていう。あ、まさくんこんにちは、初見さんありがとうございます、体調気をつけてありがとう。ゼロさんおはようございます。ムービングさんこんにちは、おはようございます。和弘さんおはようございます。しん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 、これ一旦冷まして、その間に違うアイロンをねつけて、で準備をしないといけない。カバン迷ってたけど服変えたから昨日と同じでいいや。
ックレスをつけましてと。うん、悪くないと信じたい自分もいる。めぐみなさん、おはようございます。そう、負けたんだけど。シミヤさん、おはようございます。え、お披露目からのファン、ありがとうございます。そう、負けたんだけどね。9月24日誕生日。9月24日って、待って、今何日？10月8?9?9 か。ちょっと前か。おめでとうございます。9月末か。なんか食べました？お誕生日は。なんかさ、その人の状況にもよるけどさ、大人になるとさ、誕生日とかあんまやらんくない？まあもう全然何もしないんだけど、そもそも一人でいることが多いっていうかさ、実家に帰らないと一人だからさ、なんか別にケーキとかもいらないし食べれないしみたいな。なんか好きなご飯を食べるとかするけど、一人でいるときはね。あんまりなんか特別なことをしなくなっちゃった。そんなもんか。普通そうか。普通ってこともないよね。普通って何ですか。一応負けてはいるんですけど、これが果たしてどうなのかっていう話。これでよく負けてたら、あ、でも悪くないかも別に。うん、あ、いいんじゃない。よし、じゃあお顔を出して、お顔を出して終わろうかな。いや、ガチ時間ない。よし、落ちる気がする。ケンゴロウさん、おはようございます。あ、落ちなかった。どうでしょうか。負けてるよね。これオイルしかつけてないんだけど。できました。ちょっと見えづらくて申し訳ないんだけど、こんな感じです。今日はありがとう負けた。やった。なおさん、流れ星ありがとうございます。こんな感じです。よかった。これが落ちなかったら嬉しいなっていう感じですはい、ということで皆さん、朝からお付き合いありがとうございましたちょっと時間がないので行ってきたいと思います。ソノンちゃん、おはようございます。初見さん、ありがとうございます。ということで皆さんも素敵な3連休最終日過ごしてください。お仕事の方はね、無理せずに乗り切ってください。ということで良い一日を。行ってきます。ありがとう。みんなも体調気をつけてください。ありがとうございました。バイバーイ。